どうも、UQ を取ってガンプラを買いに行く男、サボリーマンです。今回はガンダムブレイカーバトローグより HG ガンダムバルバタウロスを作っていきます。ブレイカーバトローグのナンバーは06、デザインが個性的なジンバ一体になっています。2022年1月15日発売、お値段税込み2420円。仮面の男がしょうもない理由でブレードアンテナをニッパーで切ったところからこのキットが好きになっておりました。それではいざ参ろう。オープン。1,2,3,4、説明書。ランナーを並べてみました。ランナーは全部で8枚になります。リード線とホイールシールが付属、ポリキャップが2枚、ガンダムバルバタウロスの新規造形のランナーは3枚になります。多色成形のランナーが1枚、外装パーツはほとんどが新規造形になっています。続きまして流用ランナーを見ていきます。ガンダムフレーム1と書かれたフレームが4枚使用されています。ガンダムバルバトスのランナーも1枚使用されていました。合計5枚のランナーが流用されていました。ダブルコマンドクワンタムはすごく楽しみにしてたんですけれども、このジンバ一体の4本足をすごく楽しみにしていました。ガンダムダブルコマンドクワンタムの動画も同じタイミングで上がっているので、この動画を見られた後にぜひ概要欄からチェックしてみてください。パーツリストになります。流用ランナーからは結構な数の余剰パーツが発生します。武装チェックをしていきたいと思います。まずはツインブレード、二刀流で使用するだけではなくハンドガンモードとしても展開し、二丁拳銃による射撃も可能。ロングソード、完全にバルバトスからの流用ですね。テイルブレード、ルプスレックスの流用ランナーはなかったのでテイルブレードは新規造形になっていそうですね。必殺技はラウズダインスレイブというそうです。元になった機体ですが、ガンダムバルバトスはそのまま見たらわかるんですけれども、ガンダムキマリストルーパーも元になった機体の一体に含まれるんですね。四本足っていうだけでキマリスの面影が全然ないですよね。武装類も何も引き継いでないような気がするんですけどね。どうなんでしょう。それでは自意識過剰の仮面男の機体作っていきたいと思います。ボディから作っていきます。フレームはおなじみのガンダムフレームになります。もう親の顔よりも多く見てますよね。外装パーツになります。ここら辺になってくると新規造形パーツが使われています。はい、ボディが完成しました。闇落ちしたカラーリングとこのトゲトゲしたパーツたちが悪そうな感じを醸し出しています。はい、頭部を作っていきます。メインカメラはホイールシールが用意されていますが、今回は貼らずに行こうと思います。フェイスパーツは新規造形になっています。頭部のサイドのパーツをはめていくと、コマンドクワンタもそうだったんですけれども、頭部パーツに関しては新規造形が多いですね。はい、頭部が完成しました。アンテナは片方アニメと同じく折れた状態になっています。先に頭部入ります。ポリキャップ、対象年齢は8歳以上になっているのでアンテナフラッグはしっかりついています。はい、腕パーツ作っていきます。ガンダムフレームはそのまま使われていますし、装甲パーツも思ったよりバルバトスのものが多く使われていますね。はい、新規造形パーツ出てきました。新規パーツ出てきたらなんかテンション上がってきますね。肩アーマーは2パーツ構成になっています。2パーツ構成で合わせ目が出るかと思ったんですけれども、ちゃんと段落ち処理がされています。新規造形の肩アーマー入ります。右腕完成しました。肩アーマーの3パーツと肘のパーツ、合計4パーツが新規造形になっています。それ以外は既存のバルパトスのパーツが使われていました。前腕部に合わせ目が発生します。肩アーマーは大きくスイングします。肩下にロール、肘関節は限界でここまで曲げることができるようになっています。上半身整ってまいりました。ボールジョイントとポリキャップで腕が入ります。ほとんどバルバトスですが、若干フレームが変わるだけでこんなにもまがまがしくなるもんなんですね。この赤いパーツが成形色でも綺麗なんですけれども、もっとまがまがしい感じにしたらね、いい感じに仕上がりそうですね。はい、靴パーツ作っていきます。このつま先の赤いパーツとあとヒールですね、この2パーツのみ新規造形になっています。そそり立っております。足裏には肉抜き穴が若干入っています。つま先は安定のスイング。足パーツを組んでいきます。足パーツはよくよく考えたらこれ4本作らないといけないんですよね。結構めんどくさいですね。足パーツも見慣れたパーツたちをパチパチとはめていきます。ここで新規造形パーツ登場しました。新規造形が出た時だけテンションが上がる。はい、脚部完成しました。このネイビーのでかいパーツ以外は全部流用パーツになっています。靴パーツドッキングしていきます。ボールジョイントとポリキャップになっております。この足が前側の右足になっています。
可動域確認していきましょう。膝関節は限界でここまで曲がるようになっています。さすがガンダムフレーム、合わせ目は特に出ない作りとなっています。鉄血のオルフェンズが結構新しいかと思ってたらもう2015年のガンダムフレームになるんですよね。もう7年ものになりますね。ガンダムフレームも結構古くなってきましたが、まあ、グレモリーとかあと4月ぐらいにもまた新しいのが出ると思うので結構長い期間このガンダムフレームは使われますね。はい、腰パーツを組み立てていきます。腰周りは若干形が変わっていて、合わせ目は股関節の下に1箇所のみ発生します。サイドアーマーはワンパーツになっています。それでは足入ります。軸とポリキャップになっております。ボディも入っちゃいます。ポリキャップになっております。ジンバ一体ではないバルバタウルスが完成しました。後ろ足がなくても前足だけで立つことができました。これはこれでありなんですけれども、やっぱりなんか気持ち悪いですね。後ろ足がないとここら辺が伸びた感じがして、なんかねちょっとなんか気持ち悪い感じがしますね。もう一回胴体を作っていきます。胴体を2回作って足を4本作るキットってなかなかないですよね。というよりもまあ面倒ですね。このキットは作ってたらわかるんですけれども、流用パーツの数が半端ないんですよね。その流用パーツをうまく使ってこのバルバタウロスに4本足にしてるのが面白いですね。胴体の手の部分にアーマーを差し込みます。こんな作りなのかなというふうには思ってはいたんですけれども、実際に作ってみるとミキシングのガンプラを作っているような感じで面白いですね。靴パーツになります。靴パーツは前足とは形状が違ってきています。3本目の足になります。若干苦行になってきました。流用パーツに新規造形パーツを突き刺しのふくらはぎのアーマーも新しいものになっています。はい、靴パーツはおなじみのボールジョイント、後ろ足が完成しました。前足と違うところは膝下の走行パーツが変更されています。靴パーツも形状が変わっています。後ろ足なんでつま先がこの程度つくような形状の形になっています。4本目の足を作っていきます。もう辛いよ。4本目の足が完成しました。もうガンダムフレームの足は本当にもう見たくない、もう見たくなくなります。これを作ったら足4本完成したと思ったら2回目の腰を作ってまいります。よくよく考えたら足を4本作ってボディを2回作って腰パーツも2回作るんですね。このキットは HG の割になかなか根性座ったキットになっておりますよ。後ろ足はめていきます。軸とポリキャップ、サイドアーマーはワンパーツになります。この上にボディをはめていくと、この状態のままだったら普通に人型なんで、この状態のまま前方にずらすと、前方に回転すると、そしたらあら不思議馬みたいになると。ああそういう作りなわけね。面白いですね。このキット面白いですよ。まあ作るのめんどくさいんですけどね。前方のボディと後ろのボディをドッキングしてまいります。これで前のボディとくっつくというわけですね。面白い作りになってるな。でも作りは結構単純なんで、ミキシングしようと思ったらこのやり方でミキシングすることは全然できますよね。リード線になります。もちろんテールブレードを作っていきます。先端にテールブレードをつけたら完成になります。はい、3パーツ構成になってます。とってもシンプル。ここのアナルですね、アナルにドッキングしていきたいと思います。アナルにドッキング、テールブレードをつけたら可愛くなってきましたよ。手持ち武器のツインブレードになります。肉抜き穴だらけで単色になります。手抜きといえば手抜きですが、武骨といえば武骨、捉え方次第の武器になっております。このツインブレードは専用のジョイントパーツでボディにマウントができるようになっています。ダボ穴が3つあるので高さを調整できるようになっています。バルパトスおなじみのタチも用意されています。このタチもボディにマウントができるようになっているという素晴らしい作りになっています。はい、ガンダムバルバタロス完成しました。付属品見ていきましょう。バルバトスのメイス、バルバトスのタチ、ツインブレード、ハンドガンモードにもできちゃうよ。ちなみにこのツインブレードを連結させると電磁投射大弓になります。この弓で放つための特殊な矢とそのエフェクト、武装を取り付けるジョイントパーツ、ご自由にお使いくださいと取扱説明書に記載があるジョイントパーツ、余剰パーツはこんなにたくさんありますよ。それでは可動箇所から見ていきましょう。まずは頭部から。頭部の接続はポリキャップになっています。上を見上げると限界でここまで上げることができます。続いて顎を引いてみます。顎を引くとここまで下げることができます。横へのひねりを見ていきます。干渉するものは特にはないので1回転させることができます。腰はいつものガンダムフレームになっています。可動は抜群にいい作りになっています。続いて腕の動きを見ていきます。肩アーマーはここまで上げることができます。腕はそこまで上がります
ません。ここが限界になっています。続いて第2の胴体を見ていきます。第2の胴体は回転とかは一切しません。ここの部分の接続は固定になっています。後ろ足の接続はボディの腰パーツの部位に当たります。ここは柔軟に稼働するようになっています。若干ではありますが上下の稼働もします。足のフレームは4本とも同じ作りになっています。ガシガシ動かしては見たんですけれどもポロリするパーツはありませんでした。前足もそうですがこの後ろ足の作りがいいですね。ガンダムフレームのいいところですがこの靴パーツの角度がちゃんとつけれるので足を広げたポーズでも接地性がとても良くなっています。これはポージングのしがいがあるキットになっていますね。それでは武装類を見ていきたいと思います。まずは太刀から持たせてみていきましょう。このキットは基本的にハンドパーツはこの2つのみとなっています。太刀を持たせてみました。バルバタウルスは武装を持たせるとかなり映えるキットになっていますね。続きましてツインブレードを持たせてみていきましょう。ツインブレードを持たせてみました。片方のハンドパーツだけ若干プラプラしてうまく安定しないですね。多分これは個体差によってくるのではないかと思います。ツインブレードを連結して弓モードにしていきたいと思います。ただくっつけるだけになっていますんでとても簡単になっています。クリアのエフェクトパーツも付属しています。クリアパーツを引くと連動して動くようになっています。かなり細かいところまで作り込まれていますね。それでは持たしてみたいと思います。保持力は特に問題はありません。反対側の手には弓矢のパーツを持たせると片手に弓矢を持たして沿わせるようにすれば発射体勢の完成になります。ガンダムバルバタウロスのギミックの元になった機体で並べてみました。まずは HG ガンダムキマリストルーパー。共通点はガンダムフレームと4本足なところぐらいかなと思います。特にキマリストルーパーの特徴的な武装を引き継いだり外装が似通ったりはしていませんでした。続いて元になった機体の HG ガンダムバルバトスと並べてみました。言うまでもなくフレームも外装も同じランナーが使用されているので似通ったところしかありませんがパーツの使い方とカラーリングで印象が全く変わってくるのがすごいですね。付属のホイールシールと塗り分け箇所をチェックしていきます。色分け再現に関しては基本的にもうほぼほぼ完璧な作りになっています。完成見本と見比べてみましたが塗り分けが必要な箇所が見つかりませんでした。素晴らしい完成となってますね。マークのシールは膝アーマーの4箇所になっています。胸部中央の似たようなマークもホイールシールとの補填があります。グレーのシールはバックパック中央になります。本体に貼るシールは1枚のみとなっていました。ただ組み立てるだけでも成型色が綺麗なので素組みでも十分に満足できるかと思います。気になった箇所を部分塗装したりミキシングの素体とするのも個性的な作品ができそうで面白そうですね。はい、 HG ガンダムバルバタウロスを作ってみました。ガンダムフレーム自体がもともとかなり動くこともあって前足も後ろ足もよく動いてくれて派手なポージングがよく決まります。アクションベースを使って前足を浮かせたりするポーズもとてもかっこよく決まりました。色分けレベルもほとんど完璧で、あと触っていてもポロリするパーツがないのもストレスがなくいいキットになってきました。以上がレビューになります。最後までご視聴くださりありがとうございました。ぜひ高評価、チャンネル登録お願いします。また次回の動画でお会いしましょう。